中居正広がジャニーズ事務所退社かっていうニュースが出ています。明日 <laughs> あ、明日会見でした。失礼しました。<laughs> ジャニーズ事務所3月いっぱいで退所し独立する意向を固めたというふうにニュースが上がっています。まあ、正直言って、時間の問題だなって思ってました。 まあ中居正広さんっていえば SMAP のリーダーとして長年やっていました SMAP、まあ、は最初6人だったんですけれどもオートレーサーに転向するっていうことで森勝幸が抜けてその後五5人で されていたんですけれども、解散して、んで、まあ解散してからもしばらくは、ジャニーズ事務所のホームページに、5人がそれぞれ別々のページに、まあ、それぞれのプロフィールとして紹介されてはおりましたけれども、まあ中居、違った。 香取信吾、草なぎ剛稲垣吾郎の3人が新しい地図を作り上げて今それぞれそれぞれじゃない青山ミスさんが立ち上げたミキか立ち上げた 事務所に移籍して活躍しております。まあ、それからもジャニーズ事務所の圧力で自分がジャニーズ時代に好きだった曲の名前すら言わせてもらえないっていうふな状態だったっていうふうに言われておりました。で、今度は中井正宏が抜けてとうとう スマップメンバーでジャニーズ事務所に残るのは <laughs> もう <laughs> 木村拓哉さんだけになりましたねまあ正直言ってまあ木村拓哉さんも抜けるかなって自分は思っていますね まあ、ただ、ジャニー北側がカリスマが強すぎたっていうのがある分、なくなってから、一気に、まあ、仲が変わったはいいけれども、やる気なくしてるっていう人が多いと思いますね、正直言って。まあ、ただ、 元 SMAP のメンバーで唯一の既婚者である木村拓哉さんはまあジャニーズを退所したら仕事が激減するっていうのはもう目に見えてますんでなかなか退所できないっていうところでまだ残ってるんだろうと思いますけれども正直ジャニーズ事務所自体に未来があるのかなって今自分は思い始めてます。